とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。エンダーパール、全部入手しました。要塞、行けるようになったみたいですね。行ってみましょうか。これね、ハテナが1個あるんだよね。新しい防具、かな？はい。まあ、プラス25で、挑戦してみます。行きましょうか。必要なエンダーアイの数6なってるね。あ、俺エンダーパールって言ってた言ってたかもしれない。エンダーアイね。あ、なんか魚みたいなの。ああ、こいつシルバーフィッシュだったっけ。だよね。ああ、あれが出てくるようになったんだ。はいはいはい。マイクラであれ出てきた時超驚いたもんね。なんだこいつって思った。お、なんかほんとちょろちょろ出てくるね。あ、あー、なるほど。修正来てる。修正来てるわ。ダイナモが、切れる。し、ダメージが、入らない。なるほど。これ装備変えよう。あ、エンダイを配置するっていうのが、来た。あ、なんだ。こう、このダンジョン自体は、そんな長いやつじゃないのか。短いね。これ何？炎のブリュー。うわ、何これ。炎のブリューっていう新しいポーションだね。え、火炎の範囲が広いバージョンかな？そういう感じかな。え、これを、ちょっと待って待って。何何？お、わお。世界へ移動する。よろしいですか。行きましょう。ここか。ついに来た。ん？この緑なんだ。おお、なんだなんだそれ。え、え、なんか全然見たこと。おお、なんだこれ。ダメージ食らいそうだな。ダメージ食らわない。ここか。おお、え、全部倒さなきゃいかんの。そんなことないよね、多分。おーい、すごい多いな。よし。で、おお、おい、ダメージもろ食らってるじゃん。はい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 。これで、ここが空いていけるようになったんですね。ちょっと流れ込む魂、来て。回復。よし。あ、なんかいる、なんかいる。おい、なんかいた。おーおー、何これ。あ、ああ、天空のところと一緒ね。よし、ここ全部吐き出させないと先に進めないってやつでしょ。 OK、終わった。よし、もうちょいか。あ、お、終わった終わった。なんかさっきムカデみたいなやつ、あいつがいたんだよね。あれボスかな。あ、いや、いた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 。いや、でもまだ倒さないの。まだ倒さないみたいですね。まあ、とにかく先まで進んでみよう。うわ、なんじゃこれ。何これ、とんでもねえないや、よく生き延びた。すっごい来たぞ。
ああ、普通の敵もいる。おお、なんだ、おおおおおい、なんかやばい、やばそうなのがいるぞ。これ、この上か。おお、なになになに、おい、わわわわわわ。あ、でももう一瞬で倒した。一瞬で倒しちゃった。なんだったのあいつ。絶対やばいやつだと思うんだけど、一瞬だったね。ここで終わりかな。ちょっと横の方とか全然行ってないけど、行ってみようか。おお、ボスでしょこれ。いや、ただの教習イベント、ただの教習かな。はいはいはい、どんどん出てこい。落ちないように気をつけていこう。じゃあ、ただのエンダーマンか。はい、まだいるでしょ。え、終わり？クリア？あ、いや、まだあるんだ。エリトラ、エリトラを手に入れろ。マジか。え、装備できるの？じゃあ違うよね。装備はできないですよ、さすがに。こっちか。あ、あった、エリトラゲット。で、飛び方あー、もう落ちちゃった。え、打ち上げる。おお、すごい、やった、エリトラ装備してる。でもここ限定だよね。限定でああいう感じで移動ができるってことか。ふぅ、かっこいい。あはははは、ちょっと着地重要よ、着地重要。エリトラの着地は重要。はいはいはい。あ、でも、おい、なになになに、あ、狩人か。じゃあ、え、結構まだまだ長そうだな。うわ、あいつがいる。マジか。なんか最後の最後結構厳しい。もうすでにね、2回死んじゃったから結構厳しいんだよね。え、お、お、やった、クリアだ。やった。終わりへと近づいている。はい、とりあえずクリアしましたね。うん、ようやく。長かった、30分以上かかったね。ここ要塞、これはまだ不明のまんまだけども、まあ、そのうち入手できるでしょう。で、 OK、 ジエンド行けるようになりました。壊れたシタデルか。多分こうクリアしてもう一個ぐらいあるんだよね、確か。いやー、なかなか面白いな、ジエンド。うん、なかなか面白い。では、またね、やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。